1904年から1905年にかけて行われた日露戦争は日本の勝利で終わったことをほとんどの方は知っていると思います。では日露戦争で捕虜になったロシア人はその後どうなったのか答えられる人は少ないのではないでしょうか。日露戦争で日本の捕虜となったロシア人は日本各地の収容所へ連行されました。その数約7万2000人だとされています。我ら日本人のご先祖様たちは武士道の血脈我にもあり捕虜をこよなく愛せの精神でロシア兵捕虜を丁重に扱ったそうです。特に愛媛県松山市では祖国のために戦った六国の勇士を高浜の町民は歓迎するとロシア語で書かれた幕が掲げられており愛国の勇士諸君を迎える役目を命じられ光栄に思っていると同時に諸君の境遇の不幸は同情に耐えないものであると駅長が出迎えました。これにはロシア兵も驚き感動したといいます。またこれが噂としてロシア兵に伝わり投稿するときに松山と叫んだエピソードが残るほどでした。さらに亡くなってしまった者は丁重に葬られ現在でも毎年慰霊祭が開催されています。